どうもなんちゅーばんあなたペンです。今回はですね、なんととあるアイドルさんからメールが来ました。 なんかねドンキでやってみたいことがあるみたいなんですよね。ということで今回メールをくれた方はこの方たちです。どうぞ。よいしょ。皆さんこんにちは、私たちラブアグレッションです。はい、ピンク担当青いるきです。黄色担当星なりさです。よろしくお願いします。ということで今回はこのラブアグレッションのお二人とドンチューブお送りしたいと思います。ということでということでドンチューブスタート。はいはいはい。はい、ということで今回初めましてなんですけど、なんてお呼びしたらいいですかね。私チャンリサって呼ばれてるんで、じゃあチャンリサで。あ、ファンの方にチャンリサ、はい、チャンリサって呼ばれてます。チャンリサって呼ばせてもらいます。はい、ルキちゃんで。ルキちゃん、はい、大体ファンの方皆さんルキちゃんなので、はいはい、ルキちゃんとチャンリサのお二人と、まあ、サトペン3人で今回お送りするんですが、ラバーグさんのお二人どんどんしたいことがあるみたいな聞かせてもらってもいいですかね。そうなんですよね。そうなんですよね、はい、ドンチさんの衣装でライブがしたい。マジですか。はい、あのドンキの衣装ってこれ、え、まあ、これもこれこれ着てないみたいな。これ着てないこれじゃなさそうだよ、その反応的にね。ドンテンの T シャツとかかな。じゃあよくアイドルさんが着てるの見るんで、はい、ぜひ。はい、マジっすか、はい、でそれを着てライブしてくれるんですか。はい、したいです。はい、ってことでめちゃくちゃ嬉しいんで、まあ、そのままねぜひお渡ししてもいいんですが、せっかく YouTube なんで、はい、なんかね企画かなんかでゲームができたらなって思うんですけど、どうっすか。そのまま欲しいっすか、それともなんかゲームします。ゲームやらせてください。ぜひ。じゃあもうやらせてくださいって言わせましたね。はい、お願いします。全部僕が悪いっすから。と、なんかお二人得意なこととかってあります。得意なことではないですけど、はい、YouTube をせっかくやるってなったら、うんうん、やりたいことがあって、大食いをやってみたいです。大食い、あ、でもやったことないんで。やったことない。はい、そのどこまで食べれるかとかは分かんないんですけど、うん、食べます。頑張ります。はい、ってことでね、るきちゃんが大食いをやってみたいっていうことなんで、はい、ドンキはいろいろ置いてるんで、はい、大食いに適したものを探してくるんで、大食いチャレンジしちゃいましょうか。しちゃいましょう。ちょっと待っててね。はい、ということでね、ルキちゃん、はい、お待たせしました、はい、オーダー大食いということで、はい、今回、下のねドン・キホーテの店舗に行ってこちらですね、ご用意しました。え、辛いやつですね、これ。でもスタッフさんがちょっと辛いの好きみたいな話聞いたんですけど、はい、辛いのは好きですね。こういうの食べたことない。結構見たことはありますけど、食べたことない。はい、まあ、でも失敗しても相方いるんで。はい、そう、頼んだよ。辛いのダメだから、私は応援隊のつもりだったんですけど。僕はちなみにこれ食べたことあるんです。はい、一口でダメです、これ。はいはいはい。はい、ってことでルキちゃん、はい、お待たせしました。美味しそう。出来上がりました。どうですか、これ見てみて。なんか思ったよりなんかもっと真っ赤なイメージだったんですけど、全然なんか色味はまあそうでもないかなみたいな。そうですね。でもちょっと匂いは確かになんか辛そう。いただきまーす。いただきます。いいな、お腹空いたな俺も。なんかでも全然私いけそうな気がする。なんか食べたことある先輩として、どれぐらい行った方がいいか。あ、ちょっと行き過ぎた。行き過ぎ。こんなもんですか。じゃあ、まあ、そんぐらいはまあ食べても。いただきまーす。めっちゃ美味しいです。いける？本当にいけちゃうやつ。うん、ガチで、うん、本当にガチで食べれる。うん、食べれる。美味しいです。本当にチャンリス行ってみる。いや、無理です無理です。これ多分焼きそば、それで食べるもんじゃない。いただきます。マジ？やばいベロが痛い。めっちゃ痛い。なんか辛いより痛い。飲みたい。え、待って、でも痛い。なんか辛いより痛い。よっ、あ、ダメだ、これもう流し込んだ水が辛くて喉が痛い。今、叩いてる喉を剣山で。あ、でも地獄。ちょっと来てきました。来てきました。辛いのが。来る前に行った方がいいですか。そうなんですよね。うん、味はめっちゃ美味しいんで、全然いけそう。辛いけどなんか癖になる感じで、痛いって、いつでもいけちゃうって感じ。何言ってんの本当に。頑張れ。
うん、でももうあとちょっとで、ね、食べてみてほしいです、ぜひ皆さん。あと一口食べますか。すごい、あー、今日食べてました。これあれっすね、ほんとあれ、あの大丈夫大丈夫です。どうですか、隣の役に立ちました。あ、はい、立ちました。頑張ってよ、ね。うん、一口食べただけでもすごいんだよ、この子。ありがとう。あの、あとですよ、アイスを持ってます。わかりました。はい、ということで、トトノさん、完食したということ で、はい、ですね、頑張ったので、これは頑張ったと思う、はい、本当に。あの、衣装を提供していただけますか。もう、もちろん、この頑張りね、見させてもらったら、もうやるしかないんですよね、これはね。ありがとうございます。はい、ということで、こういうね、ドンペンのサンダルもあるんですけど、こういうのって、履いてライブとかでできたりするものなんですか。はい、こんなんで踊れます。踊れます。はい、ということで、その今いろいろ見てもらったんですけど、ここあんまり種類がちょっと置いてなかったんで、他のものもあるので、サンプルとか見ながら決めてもらったら、ライブ当日お持ちしますので、ということで、ライブ当日、ドンペンのね、グッズ持って行かせてもらうので、ライブ楽しみにしてますんで。はい、頑張ります。はい、お願いします。はい、はい、はい。はい、ということで、ラブルさん、お久しぶりです。お久しぶりです。いよいよライブ当日ということなんですが、はい、早速あのこちら、一式ですね、お持ちしましたんで、今日こちらのわーライブしていただけるということで、はい、かわいい、これてるー、イエーイ、かわいい、てってるで、ラブアグのお二人が着替え終わったということなので、ね、呼んでみたいと思います。ラブアグさーん、はーい、よいしょ、イエーイ。どうですか。上から下までもうドンペンですね。はい、ドンペンです。イエーイ、かわいい。靴下もなんか個人的にそれぞれここが一番お気に入りだよみたいなとこあります。やっぱお尻ですかね。見てくれますか。私前髪クリップがお気に入りです。前髪じゃないけど、ね、もっと前髪あとちょっと激安の電動ネックレス。あ、今日ですか。普段はいつもキラキラ衣装を着ているので、動きやすい、うん、元気な感じで行きたいと思います。僕もね、2階から見てるので見てみてください。はい、頑張ります。いってらっしゃい。はい、ってことでね、ラブアグさんのライブいよいよ次ということで、そろそろね、出番みたいなんで、僕も2階からライブの様子見守っていきたいと思います。出てきました。ドンペン来てくれてます。どうですか皆さん、かわいいですか。イエーイ。
終わりました。いやめっちゃ踊りやすいなこの衣装。それがなんかすごい軽い。今日は特殊な特別衣装ということで、すごい特別感のライブだったんですけども、来てくださった皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい。はい、ということでラブアカのお二人ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。どうでした、これでライブしてみて。踊りやすすぎてめっちゃ気合い。そう、あのなんかいつもよりもなんか軽すぎて激しかったですよ、ダンスが。しかもなんか靴もあのこれ脱げるかなと思ったんですよ。飛んでるかなと思ってて、僕もヒヤヒヤしてみて。全然大丈夫、軽いし、すごい踊りやすいです。おすすめです。これなんかファンのみんなもね、一緒に着て。そうですね、大人の T シャツにお二人のサインを入れてます。どうでしょう、いいです。素晴らしいです。今後もね、なんか一緒にできたらなとも思ってたと思いなんでね。はい、今度はあの、はい、うちの星のリサさんがなんか挑戦させたいな、はい、そうだね、今回なんか何もしないけど切れちゃったみたいな。ちょっとあのリサが叩かれそうなんで次はじゃあ何か頑張っ、激辛以外で頑張りたいと思います。はい、ということでラバーガのお二人今回ありがとうございました。ありがとうございました。また機会あったら何か一緒にやりたいなって思うんで、その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで以上ドンチョウでした。バイバイ。バイバイ。こちらの T シャツお揃いにしてみんなで行きましょう。リツイートよろしくお願いします。お願いします。